統一教会、世界平和統一家庭連合問題などを取材して活躍中の鈴木エイト氏が28日、自身の X、ツイッターを更新。自動車保険の保険金不正請求問題に揺れる中古車販売大手ビッグモーターについてコメントした。ビッグモーターでは板金、塗装を行っていた一部店舗で靴下にゴルフボールを入れ、車体を叩くなどして傷をつけ、不正に保険金の水増し請求を行っていたことが発覚。26日付で社長の兼重氏と息子で副社長の兼重弘和氏が辞任する事態にまで発展した。だが、本筋とは別に街路樹問題が拡大している。ことの発端は全国にある店舗周辺の街路樹に除草剤をまかれて枯れているとの SNS 投稿。25日に行ったビッグモーターの謝罪会見で、除草剤によって店舗周辺の街路樹が枯れたのではないかと問われた際、泉新二専務現社長は、かれこれ10年くらい前の話だと思うが、現時点でそういった指導はしていないと説明していた。しかし、今年6月に撮影された福島、郡山店周辺のストリートビューに除草剤が映っていたことなどが発覚しており、今も除草剤を使用しているのではないかという疑惑はなくなっていない。この問題について、エイト氏は自身の X、ツイッターを更新すると、ビッグモーターの複数店舗前の街路樹が枯れた案件は、植え込みの雑草処理のためということのようだと自身のフォロワーに対して説明。その上で、通りを走る車から店舗看板を見えやすくするため意図的に街路樹を枯らすよう指示した可能性はないのだろうかと指摘。これまでに同社は外観の整備のために店舗周辺の清掃を行っていたことなどを明かしているが、行き過ぎた指示があった可能性について触れた。